今回ご紹介するのは近鉄御所線の近鉄新庄駅です。道路時古市間の踏切で人身事故が発生したため運転を見合わせていましたが、9時45分に運転を再開し、現在ダイヤ乱れにより列車の遅れ運休が発生しています。大変ご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。詳しくは近鉄ホームページ近鉄アプリをご覧ください。今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。